い、どうもプロボーラーのウソピーです。はい、今日は、レス対、ね、リスト対こういうね手首につけるやつですね。はい、このリス対のメリットデメリットのお話をしていきたいと思います。はい、これ、まあ、メリットの方が多いと思いますか、デメリットの方が多いと思いますかで、言うと大体みんなね、あのメリットの方が多いと思って言うんですけど、僕どっちも一緒だと思います。まあ、メリットもデメリットもそれぞれあるんで、人によってそれの、まあ、合う合わないとかどれを求めてるかっていうところなんで、これねちょっとはっきり言っちゃうと、まあまあ、あのえって思う人もいるんですけど、女性だから初心者だから回転がつかないからって言ってつけてる人おられると思うんですけど、それが逆効果になってる人いっぱいいるんで、まあ、今日はねちょっとそういうところも含めて説明していきたいと思いますのでね、ぜひ聞いていただきたいと思います。で、今日はねこの一般的なサイズのリス帯とあとね、メカ、こういうのを一応両方持ってきてます。まあ、説明としてはねそんなにないですけど、一応ね、こういうのも、見ながらね、比べていきたいと思います。はい、まずね、一般的にまあリス帯この手首につけるやつで もっとね短いやつとかもあります。で、こういうやつの他に今これだったらね、ちょうどここにこうつけるような感じになるんですけど、この指のところに、羽というか、ま、でそこまで、ね、これが入ってるやつもあれば、もうこの指の先まで入ってるやつもあります。で、逆にこの手首だけのねちっちゃいやつとかもあります。僕つけるんだったらこのちっちゃいやつをおすすめしてます。はい、メリットとしてはやっぱりこのこれをつけることによって、そうです、この手首が折れなくなるっていうのがね一番のメリットなんですけど、逆にねそれがデメリットになっちゃってるっていうところもあるんですよ、っていうのがこれね、はい、これをつけることによってこのね投げる時の重さがかかってもねずれにくくなってるっていうことで、それがなぜデメリットになるかというと、この投げる時に指を引っ掛けるわけじゃないですか。一応ねちょっとゴムボール持ってきてるんですけど、でここでねこの指をこう引っ掛けて持つ時にね、これでもちろん手首が折れなくなるんで、今ちょっと緩いんですけどサイズ大きいんで、だからしっかりねこの指で押すって言うんですけど、こうなった時に僕今ねこう押してる時にこのここがねすごい擦れてる感じがあるんですよ。プラス手首が逃げないんですよね。そう、今時ってやっぱりその、まあ、手首を柔らかく使うリリースとか転がすようにって言われるじゃないですか。でその時にこのリス帯をつけてると、まあ、転がすことはできるんですよ。もちろんこのねしっかり高速回転リリースができる人がこれをつけても大体の人はできますから、両手投げの人がこれをつけても大体の人は投げれますから、まあそれが投げれないからダメっていうわけじゃないんですけど、でもやっぱりね、そういう人っていうのはある程度やっぱりこの手首の使い方がねうまい、手首が強いっていうのもそういう人もいますけど、手首が強いよりも手首の使い方がうまいっていう人の方が圧倒的に多いです。だから手首が強いっていうのは昔のリフト&ターンしっかり指で乗せてっていう時だったらいいんですけど、でもねこれをね今僕ここ擦れてるって言ったじゃないですか。そう、ここで当たってねここが擦れたりするプラス、なぜ擦れるか、そう逃げないから、そうこれね、逃げないからしっかり固定されるプラス、逃げないからこそこの負担を逃がすこともできないんですよ。だから日本ですごい腱鞘炎多いっていうのはこのリス帯の普及率が非常に高いからっていうのも一因だとは言われてます。まあ言われてますけども、僕は実際にそうだと思います。まあ、実際ねこういうリス帯っていうのは特にいいのはいいんですけど、でもね結局それで、まあ、親指が抜けやすくなるっていうところもね大きなメリットの一つではあるんですよ。もちろんねこれで、この指が抜けない人の原因っていうのはここで手首が折れた時に、もうこっちだと折れないわ、この折れた時に、まあ、ここでもずっとねこう角度が入っても落とさないように握ってしまうから結局抜けないっていう人がねすごい多いんですよね。でこれだと、まあ、手首が折れないんで結局ここでもうある程度ね下に来たらね抜けるんですよ。だからその分ね勝手に抜け早く抜けるんで、まあ、よく僕が言ってる親指で握りすぎることによって回転を殺してしまうっていうねことがあるんですけど、そうこれで気づいた人もいるかもしれないんですけど、手首が折れずにこうね、逃げないから回転がつくよりも指がしっかり抜けるから回転がつくっていう人の方が圧倒的に多いんですよ、リス帯のメリットって。これまあ未だに、まあ、実際ねありますよ、手首が折れないからっていうのは。ただどっちにしても手首がね折れずにここまで持ってきたらその負担でその前にね親指抜けちゃうんで、
っていうところを考えると、しっかりね、早く指が抜けるから回転がつくっていう方が圧倒的に多いんです。そう、でもそれでデメリット、これに関するデメリット、まあそのメリットに対しては全部デメリットがあるんですよ。むしろ僕はデメリットの方が多いって言われても納得するぐらいです。で、早く打ちそうになるから握ってしまう。で、これでもね、落ちない方法あるんですよ。このね、ボールを振っても降りてきても横向けるんですよ。この時に横向けたらそんなに負担かからずに握ったまま投げれるんですよ。だからこのリスタイ、特にメカテクつけてる人なんかは、このメカつけたままもこの早い段階で横向いて落ちないように、でこのままこう投げてる人が実は結構多い。だからね、このメカテクターとかね、このリスタイつけてる時は特にこの手を早く回しすぎない、しっかりとこの状態のまま前へ持っていく、そう、これが回らないようにっていうのと、このね、この握りすぎと早く落ちるからって言って握りすぎて結局縦回転でズドーンみたいなとか、結局そうなる人って大体指で跳ね上げちゃうんで、だからその親指でも握っちゃう、で手首も負担逃がせない、で結局スピードもつかないっていう人多いです。で結局ね、この手が早く回っちゃう落ちちゃうっていう人は、まあスパンメジャーが合ってなかったり、まあそういう調整とかが合ってなかったりね、そもそもスイングがバラバラだったりっていう方がね結構多いです。で今ちょっとねスパンって言いましたけど、このリスタイとかをつけることによって基本的にこのねスパン、これつけたままかけるかな、このフィンガーからサムまでのね、ここのスパンっていうのが一般的にはリスタイつける方が短くなります。まあ、どれぐらいとかはね、まあありますけど、まあ人それぞれなんで、あと手首だけのリスタイやこういうね大きいやつメカとかによっても若干変わったりするんで、まあこれが短くなります。つける方がね、可動域が狭くなる、プラスここね広がりにくくなるんでね。まあだから実際ね、だからこれはいいところもあれば悪いところもあるんで、ただこのまあある程度以上までいくとそうでもないんですけど、まあ初心者界隈ですね、ドリラーさんとかスタッフさんとかぐらいの人だとすぐリスタイっていう人が多い気がしてます。だから何かあったらすぐリスタイ、初心者やからリスタイっていうのは僕は大きな間違いだと思っております。だってリスタイつけない方が投げやすいけどね、つけろって言われてるからつけて投げるわってめっちゃ言われますもんね。今でこそ自分のセンターだったら自分が見ることが多くなったんで、まあそんなにリスタイ無理せんでつけんでいいよって、だからとりあえずつけて投げてみたいという人は投げたらいいんですよ。でそれでどう変わったかっていうのと、あとね、今だったら動画もしっかり撮れるんでそういうのを見てっていうところをするんですけど、でもやっぱりねつけずに、行く方が多いかなと思います。指は抜けるけども手が回って安定しないっていうね、人とか、あとすごいボールが落とすとか、やっぱりねそのスイングがちっちゃくでもいいから安定したら武器にはなるんですよ。だからねその安定を指すためにつけるんじゃなくて、安定してからつけるものっていう僕は認識です。今でもねリスタイとかつけて投げることあるんですよ。っていうのが、まあ、さっきも言ってたその指の抜けのタイミングですね。僕なんかも結構ね一定になりづらかったりするんで、だから練習の時とかにちょっとメカとかはね、をつけて軽く転がして投げるタイミングを覚えて思い出して、そうだこういう風に抜いてたな、こう投げてたなっていうのを思い出して外して同じような感覚で、イメージして投げていくで、ね、いうことをします。で、よくね勘違いしてる人いまだに結構多いんですけど、プロボウラーリスタイ禁止になりましたよね。あれ公式戦だけですからね、別にプロチャレとか少人大会とか自分のセンターで投げたり練習もちろんしてる時なんかはいいですからね。いまだに僕こうつけてちょっとねやってると、練習やからって言ってもでも禁止なんやろあかんやろっていまだに言われます。はい、まあそれはいいとして、まあそういうふうに、だからリスタイは補助器具ではあるけども、僕は矯正器具として使ってる方が多い。だからそれをねやっぱりその感覚を覚えるっていうためにはすごいいい道具です。非常にいい道具、特にこういうね、メカとかだったらこの手首の角度とかがねこう調整できたり、ワンタッチでここのねすぐここまで戻ったり、でここで調整ね止めたりとか、ここね緩めたらここのね、ここの角度もね変えれるんですよ。だからこれをねこう握りたい人、こう握りたい人とかねっていうのもここですぐワンタッチに変えれます。
こんなんね本当に便利ですよね。だからね、ある程度その手の形とかリリースとかメジャーとかに合わせてこういう調整っていうのがすぐできるんで本当に便利です。ただやっぱり高いですけどね。でこのベルトもすぐ伸びてきたりとか、このピンが飛んでいったりとかねっていうのもありますけど、本当に、すごい、価値はあると思います。でただこういうのも今言ってたね、ここの羽ね、これあの両刃 ありますけども、これが片っぽだったり短かったりね、一つの大きいやつだったりっていうのもあります。で今話してる間にもこうやって落ちましたけど、ね、このベルトをね止めるこのピンっていうのがねよくなくなるんですよね。はい、こんなんとかもあります。でこれはね、一般的に一番使われてるマンハッタンメカテクターですけども、 ABS のロボリストとか、あと、まあ、ハイスポーツのジャイロンとかね、それぞれの特性がいっぱいあるんで、そういうのもね本当にいろいろ見て、使ってみたらいいと思うんですけど、ただやっぱりね、メカテクターをつけたから安定する、メカテクターをつけたから回転が増すっていうわけではないです。だから実際ね本当にあの怪我をするっていうところもあの隣り合わせなんで、だそこだけはあの決して勘違いしないでほしいなっていうのは僕はあのいつも思ってるし、いつも言ってます。動画でもね、まあリスタイによって、まあ、ちょっとっていうところも言ったことあります。ただやっぱりあの矯正としてはすごいいいんで、ただリスタイがないと投げれないとか、このメカテクじゃないと投げれないっていうのには絶対なってほしくないんですよね。僕アマチュアの時にある大会、少人大会だったかな、ちょっとはっきり忘れましたけど、あのメカを忘れられたプロボウラーの方がおられて、でメカがないからって言ってブラインドしたんですよね、最初から。いやいやいやって思ったわけですよ。まあ別になかったらなかったでいいから、点数悪くてもいいからプロやったら来たあの申し込んで参加するのに投げろやって、メカテクター忘れたから不参加ってふざけてんのかって正直アマチュアながらに思った記憶はあります。だから別にあのそれで成績云々じゃなくてね、まあやっぱそういう時にやっぱりねちゃんと投げ切るっていうところは大事だと思うんですけど、やっぱりねあのまあ、JPBA がそのリスタイ禁止になったっていう話はやっぱりいろいろね言われておりますけども、まあ、僕の中では全然まあ至極当然のことだと思ってます。別にリスタイが嫌いとかリスタイつけてるやつがとかいう話ではなくて、やっぱりそういう補助としてやっぱり使われている現状があるので、まあ、そういう意味ではね本当にまあどうかなと思ってた面もあるんで、まあそういうふうにやっぱり決断をした JPBA は僕はいいんじゃないかなとは思ってます。まあ、ただそれに対して批判してるプロボウラーとかもいますけども、まあ、あの何かの話にもしたことはありますけども、そういうねあの競技のそういうルールの変更なんてねいうのはどの競技にでも当てはまることなんで、まあ、それで、その協会を批判してるプロボウラーとか見てると情けないなと思うんで、本当にね、まあ、身近にそういうプロがいなくてよかったなと思ってますけども、まあ、そういうねレギュレーションの変更なんかもね、今後、まあ、どうなっていくか分かんないですけど、ただやっぱりねオリンピックっていうところを目指すんだったらね、本当リスタイっていうのは ある程度、まあ、仕方がない、まあ、そういうふうに見られますからね、外の競技からしても、まあ、ただやっぱりそういうところを目指せない人からしたらやっぱり武器ではありますし、で武器として使えるんだったら使えるべきっていうことも思います。だから全然僕は反対派でもないです。ただオリンピックに出るんやったらそれをね、そういう競技としては禁止っていうのも分かりますし、ただアマチュアの皆さんはそんな関係ないです。ぜひどんどん使いましょう、ね、ただやっぱりね怪我しないように注意する。でもともとスパンが長いのにスパンが変えるのがめんどくさい、お金がもったいないとかでそのまま投げて、指が張って怪我するっていうのもすごい多いんで、だから本当にねリスタイつける際はスパンの調整とかは必ずドリラーさんでは相談していただきたいと思います。他にもねちょっと話したいことはあるんですけど、まあ簡単なね、メリットとデメリットのお話、だけさせていただきました。まあ、質問とかあったらね、まだちょっと別の機会でまた Q&A っていうところもね、やろうと思ってるんで、ぜひ、そういうね、コメントとか DM メッセンジャーなんかも送ってもらえたらと思います。っていう感じでね今日は終わりたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。チャンネル登録まだの方もよろしくお願いいたします。それでは。